今回の問題なんですが、ある放物線を X 軸方向にマイナス1、Y 軸方向にマイナス3だけ平行移動し、さらに X 軸に関して対称移動したら放物線、こちらになったと。じゃあ元の放物線の方程式を求めなさいということですね。X 軸方向、Y 軸方向に平行移動をさせた後に対称移動を行った結果、これになったって言っています。このように複数段階の変形が行われた問題に関しては、逆再生していくようなイメージで元の関数を求めていきます。どうするかというと、これは平行移動させた後に対称移動を行ってこれになっているので、逆にこれを戻すにはまず対称移動させてから平行移動させて元の関数に戻していくという形になります。なのでまずはこちら X 軸に関して対称移動というのをまずこちらでやってあげましょう。すると X 軸に関して対称移動をした式というのはy イコールの形で表されていた場合、右辺の正負をすべて入れ替えればよかったので、こんな形の式になります。で、この後 x 軸方向、 y 軸方向に平行移動させていくんですが、平行移動といえば何を考えればよかったか覚えてますか？平行移動の場合はグラフの頂点の移動として捉えることが大切でした。ですので、まずこれ平方完成して頂点を出しちゃいましょう。では平方完成していくとこのような形になります。ということで頂点は1、マイナス1ということになりますね。で、これがもともとあった関数を x 軸方向にマイナス1、 y 軸方向にマイナス3ずらしたら今の関数になりましたって言ってます。今の関数っていうのがこれです。これから元の関数に戻すには逆再生するので、 y 軸方向にまずプラス3、X 軸方向にプラス1してあげると元の関数に戻りますよね。ここ大丈夫ですか、ね、マイナス1、マイナス3して今の形になるので、逆にプラス3、プラス1してあげれば元の関数に戻ると。じゃあこの頂点を見ながら X 方向にプラス1、Y 方向にプラス3を考える、つまりそれぞれの頂点に、プラスしてあげるという形になります。というわけで答えは y イコールマイナスカッコ x 引く2の2乗足す2、覚えてますかね。平行移動の時は x 2乗の前の係数、まあ、平方完成した場合だったらここですね、カッコの前についている係数というのは絶対に変えちゃいけないので、今回もマイナスはキープのまま、頂点が2、2に移動したのでマイナス2とプラス2というふうに書きます。Today I wanna be the light to lead you where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours